はいではセッションを始めさせていただきます、えー、当セッションのテーマはテクノロジーは人間から何を奪うのかということなんですけども、あのーまあ、ご承知の通りテクノロジーが今加速度的に進化をしていますでその中で技術だけがどんどん進んでいってで人間がそこをどういうふうに調和をとっていくのかっていうことが今非常に問われているというところで今日は非常にあ,のあらゆるジャンルで活躍されてるメンバー でこのテーマに関してディスカッションしていきたいと思っております一方あの英語のタイトルにしますとあのファット・ウィル・ディジタル・テクノロジー・ブリントゥ・ヒューマン・ビーンズってことで、えー、日本語ですと奪うのかなんですけども何をもたらすのかっていう相対する意味を持ってますですから結論としましては奪われるのではなくて奪われないためにもしくは人間に何をどういう恩恵をもたらすかってことを我々考えていく上でこのメンバーで いろいろと未来につながるお話ができればと思っております。であのー、まあこのセッションのオーガナイザーであります突破印刷社長の金子さんのまずキッコーフお願いしたいんですけども、突破印刷さんっていうのは社名見ますとまあ、珍しいその印刷総合印刷業界というのがまあ非常にその世界で見ても独特な業態で、ただ印刷っていう名前はついてるんですけども実はその情報コミュニケーション 全般のビジネスされています衣食住に関わることはさてあのからですね、えーまあ、非常にその生活に関わるあらゆる、えー、シーンにおいてさまざまな研究開発を取り組まれているというところで、まあ、創業も1900年から、まあ、ちょうど116年目にあたるということでこの間につ、えー、積み重ねてこられたさまざまな技術を活用してですね実は え本セッションまあ非常にその広域なテーマを扱いますがまあ時間の兼ね合いでですねそのえ今人間とテクノロジーの境界をいろいろ考える上で象徴的な技術ということでバーチャルリアリティそこにえフォーカスしたお話をしていきたいと思っておりますが実はあの突破印刷さんってバーチャルリアリティに対するえ研究開発が非常に注力されているということでそのお取り組みから話して いただければと思っています、ね。のでよろしくお願いします。え、ただいまご紹介いただきました。突破印刷の金子でございます。えー、よろしくお願いいたします。あの、今ご紹介いただきましたようにですね。私ども、突破印刷は千九百年の創業でございます。え、もともと大蔵省の印刷局から出たベンチャー企業という形になります。で、それ以来ですね。精緻な、画像表現。え、色彩再現にこだわった。 研究開発を続けてまいりまして、まあ、気がついたら116年になってたということでございます。で早期からです、ね、私ども、印刷産業、特に私どももデジタル化を手がけておりましてです、ね、このデジタル化の大容量、高精細で多種多様の画像処理技術と一貫した高度なカラーマルジメント技術、CMS と申しますが、これを確立して取り組んでまいりました。まあ、そうした背景を持つ我々がですね、文化財の バーチャルリアリティに取り組むのは21世紀は文化力が国や世界を支えていく世紀だというふうに考えるからでございますさて我々の文化財 VR についてちょっとご紹介をしたいと思います昨年から今年にかけてヘッドマウントディスプレイを使った VR が世界的に登場しまして VR 体験が皆さんにとっても身近なものになってまいりましたただ我々はそれとは違って VR 体験を 19年目から実用化しております我々が提案しているのはシアター型のライブ VR 上映による文化財とのコミュニケーションこれをテーマにしております今皆様のお席にですね iPad を回覧しておりますのでそれをご覧いただきながらお聞きいただきたいというふうに思います日本は2000年以上昔からのさまざまな文化を今日まで脈々と築いておりまして多くの 文化財が残されておりますけれども形あるものは朽ちていくのみならず災害によっても喪失する危険にございます私たちは文化財を後世に残すために最先端のデジタル技術と印刷テクノロジーを掛け合わせ極めて精巧に文化財の色や形、えー、材質や内部構造などをデータ化し蓄積をしておりますそしてそのデータを使って最高品質の VR 化を行い 実物の文化財ではありえない鑑賞方法も含めて感動的な姿を提供いたします人々がその鑑賞を通じて文化財への理解と共感を深め新たな発見をしていくことが大変重要になってくると思っていますそのことによってこそ文化財と歴史が過去から未来へと橋渡されるからでございます私たちは現代人が共感を持って 文化財とその歴史文化を利用するためのリアリティを生む時空を超えたコミュニケーションの場作りとしてシアター型ライブ VR 上映を1997年から開発をしております大画面のシアターに 4K や今後は 8K 以上の解像度で最高品質によるインタラクティブなビジュアルを映し出し文化財に深く接している文化財ホルダーや研究者あるいは アーティストたちがライブで VR を操縦して観客に語りかけ VR のテクノロジーと人の想像力や共感する力の相乗効果によって軸を越えて文化財や歴史とのコミュニケーションを生み出すこれが私たちの今の取り組みでございます東京国立博物館様京都国立博物館様や全国の文化遺産に建設された VR シアターにおきましては日々 さまざまな世代の人たちが VR 体験によって歴史文化コミュニケーションを始めており高いご評価をいただいております日本初の文化コミュニケーションを手段として日本の歴史文化を世界に紹介していくとともにやがて世界中の人々によって互いに異なる歴史文化の相互理解と共感作りが進んでいくものと思っております私から以上でございます ありがとうございます。これ今皆さんのお手元でも拝見してあのいると思うんですけども、この江戸城がこの今の景色にこう重なるってすごい面白いなと思ったんですけども、これはあれなんですかね。文化財 VR ってこれはあの日本だけに限らず世界の文化財が対象になってるんですかね。えー、あの私どもはお客様からのご依頼によって文化財をデジタルアーカイブしてますけども、まあ、特に 今注力してるのが日本の文化財、まあ、あの日本では1万点以上の国宝がございますが今現在まだデジタルアーカップされていませんでやはり先ほど申し上げたとおり日々、えー、経年劣化してるあるいはその災害によって喪失するという危険性にリスクにさらされているということです文化財ってなりますと非常にその再現の制度とか すすごくシビアに問われると思うんですよね、はい、この辺はやはり長年培われてきた研究が今生きてるっていうところなんででしょううかねそうですねそす、まあ、印刷会社としてはですねあの、まあ、文字のデジタル化画像のデジタル化から CAD のデジタル化と早期から取り組んでまいりましたが画像のデジタル化については、ね、一番トップの大容量の、まあ、印刷用具ってそういうものなんですよね。それを デジタル化してそれをいかに CMS ですねカラーマネジメントしていくかっていうのが非常に難しい技術でございましてこう VR については20年えまあ我々は印刷会社なんでもう数十年取り組んできたという実績がございます金子さんの実感としてもだいぶバーチャルからリアリティに近づいてるっていう手応えは感じられますか 特にここ23年ですねあの非常にその技術が進歩いたしました、うん、ですから我々が通常人間の目で見ている文化財の理解とバーチャルリアリティでえーの技術を使うことによって実は人間の目では見れない、うん、あるいは先ほど人生のつぼございましたけど実はつぼの中に入ってどうなってるのと、うん、作者の意図はどうなってるのと、うんうん あるいはすずり箱の中を開けていくとどうなっているそういうところまで全部リアリティで見れるとうん、うん、これが一つその文化財を理解する上で非常に重要なうん、うん、手法ではないかなというふうに思っていますそこはやはり技術の進化がサポあのアシストしてるってところでしょうねそう思います <laughs>、はい、その落合さんまさに今落合さんの研究っていうのは、はい、バーチャルとリアリティっていうところで 先進的な、ね、取り組みとかされていると思うんですけども、はい、落合さんから見たそのバーチャルリアリティって今どういうものなのか、まあ、それと今あのされているご活動なんかの象徴的な事例をお話していただければと思うんですけど、うん、はい、はい、まあ人類が発明したバーチャルリアリティってまず最初は僕は映像だと思っています例えばエディソンが映像を発明したのは19世紀の終わりのこと エジソンが当時映像を発明した時映像装置は覗き込むタイプの映像装置だったわけです上から覗き込んで中のフィルムが回ることによって動く映像でそのコストが払えなかった我々は、まあ、プロジェクター型の映像装置を発明して、まあ、暗い部屋で、まあ、自分の身体がないような暗い部屋で画面の中に没入することによって映画体験をしてきたのが我々の映像の歴史ですでその世界から逆に言うとスマートフォンが登場して ものすごく液晶のコストが下がったことによって、まあ、これを画面の前に持ってきて単レンズ光学系レンズ1枚の,あの光学系を2枚組むことによって没入できるようになった全員がスマホを持つことによってものすごくコストの安くなった1人用映像が出てきたのが、まあ、今のバーチャルリアリティが安くなってきた流れだと思っています。 でその中でまあ僕の研究室はまあ今映像もしくは触れない世界で表現されているあのバーチャルリアリティの世界をどうやったらこの現実空間に持ってくるか例えば三次元的に空中に描画してその空中映像を直接手で触ることができたりとか例えば我々が失った空中にある触覚をどうやって音波の力や超音波の力を使って表現するか。 そのような我々が今感覚として映像の音と光の中にどの感覚を求めてそしてどの感覚を失ったのかっていうのを補完する研究を主にしていますで皆さん思い返してみてください我々朝起きて今ここに来るまでの間に何を触ったかです僕らって多分朝起きて自分の身体服あと取って あともしくはスマートフォンぐらいしか触ってないと思いますつまり我々が目で見て音で聞いているものをすべてバーチャルリアリティに置き換えても多分触覚以外の情報っていうのはほぼほぼ音と光で置き換えることができるその中であの置き換えられないものっていうのは何なのかっていうのをまあ研究して我々の能力の中で何を捨てて逆に何を残さないといけないのかっていうのをえ探していますで例えばえっとまあこの世界って今 実質的に表現できるものと物質的に表現できるものっていうものがあって例えば皆さん CD って昔買いましたよね物質的に音楽を買ってたわけですけど我々って今ダウンロードでしか音楽買わない人がほとんどになってきてで本も今物質で買う人もいますけど実質的に例えば Kindle で買ったりとか電子書籍で買ったりする人は増えているつまりその中でデータだけあればいいものと物質が必要なものその間をどうやって例えば技術を埋めていくのか例えば 紙の手触りがあるんだけどデジタルデータな本とか例えばデジタルデータなんだけどそれをどうやってプリンティングで再現するかそのバーチャルとマテリアルの間にあるまあ選択肢をこう作っていくことによってどこまでが必要でどこまでが必要ないのかっていう世界を考えているでそれはきっと我々にとってはきっと区別のつかない世界ですそれはバーチャルなのか現実なのか区別がつかないのでそこの中でどういう我々は自然を作っていくのかっていうのを研究テーマにしながら まあ例えば人間ってどうやってコントロールできるんだろう僕らの体って電気流したらどうやって動いちゃうんだろう僕らはどう失った触覚をどう再現するんだろうそして我々はやがてゴーグルのない世界で VR を体験するようになるはずなんだけどそのためにはどんな要素技術が必要なんだろうそしてそれは発明の歴史の中でそれをどう我々はアートや社会としてあの受け取っていくんだろうっていうことをまあテーマに。 メディアアーティストとしても活動をしていますそんな感じなんか今まで落合さんと話をいつも感じるんですけど落合さんあんまりバーチャルリアリティのことを特別なものだと感じてないですよねまあ僕はデジタルネイティブですからね世代としてそうなんですよね今ちょっと失笑の方もあの世代的にはいらっしゃると思うんですけど、はい、もう何度落合さんと話しても VR って全く特別しないで今の語り口に聞いてても なん、まあ、でしょうね、新しいものが来たっていうよりか、もともとそこにあったよねっていう感覚が非常に強いですよね、うんうんうん、幼稚園のときから、パソコン触ってるからね幼稚園のときから、あね、だから粘土をこねるのと、コンピューターグラフィックスは僕にとっては、ですあそうなんですよね、金子社長、そういう世代もまあ出てきてますね。 あの一方スプツニコ,コさんも MIT メディアラボもあのそうですしいろんな活動をねデジタルでのリアルに聞きしてますよ、うん、てますよねね、はい、そうで,すね、うん、でまずざっくりとした質問なんですけどスプツニコさんにとってのバーチャルリアリティってなどんな感じのものもですか、はい。あ、私にとってのバーチャルリアリティいやでも私も、ね、あのデジタルネイティブあのほぼ一緒なんで,で,、ね、<laughs> なで全く新しいものではないっていう、うん。 ただあのじゃあそこからじゃあバーチャルリアリティに関する私の持ってるいろんな危機感とかいいですか突っ走って話し始めて <laughs> いいですかっっどんどん突っ走って話し始めて、はい、大丈夫でまあなんか私も特別なことではないんですけども今回あのこのパネルセッションがこういうバーチャルリアリティや人間とデジタルの未来について語り合う時にこんな多様な メンバーで語り合うことに私はすごいあの素晴らしいな,ってな喜びを感じてるんですよだってね落合さんいや私みたいなエンジニアリングのとかの分野の人たちと一緒に研究してる人もいればカサンドラさんみたいな方だったり野村さんだったりでこういう,うなあなダイバーシティのある場所で未来を話すっていうことすごい重要だなと思っているので本当ト鳥さん あ,のありがとうございますっていうのとあと1つあの今回スポーツ文化ワールドフォーラムの京都のオープニングに実は私参加しましてで一昨い参加してでそれで登壇も昨日したんですけどオープニングがあの一応スポーツと文化の未来を考えるイベントのオープニングなのにあのもちろん演奏とかパフォーマンスとか素晴らしい。 ものだったんですけどステージの上に次から次へと、えー、男性のおじさんばっかりばっかりがどんどん出てきてですねもう20総勢20人ぐらいが出てきて出てきて1人も女性が喋らなかったんですでステージ上に上がった女性は女子アナとミス着物だけでした お着物、は装飾としての女性 <laughs> で、東京のオープニングもどうかなと思って聞いたらですね全く一緒でステージ上に次から次へと男性、おじさんえ、唯一出てきたのがもうずいいはっきり言いますねいや,いや本当に2020まであと4年、これえ、前のオリンピックかなと思ってえ、2016年だよね、今日、タイムスリップしたかなと思ったら。 まだステージ上におじさんしか出てこないんですよ、文化の未来、大丈夫かなと思って、日本の。思<海>いいいりでししきまたそれに <laughs> もうカサンデラさんもそう,思,う思ったと思うんですよね、海外の方から見て、どう思ったか、大ブウイングだったと思います、日本がこんなふうな姿を発信していること、なので、ここにもし文科省の方とか、関わってる方います手を挙げてください怖いい怖や や,<あ>やり直し<あ>、<laughs> 上げづらいところ上げていただきありがとうございますやし本当にそれはぜひ来年、再来年やらないともうクールジャパンどころじゃない突破ンさんを見習ってほしいなと思ったのでぜひ <laughs>、はい、お願いします用書し,してるわけじゃないですよ、ねはい用意し,してない、はい、で、なんでこういう話からスタートしたかっていうとあの未来を考えるときにすごく限られた価値観を持った人で考えると非常に危険なんですね。 で私はそれを、まあおじさんまあ、今、日本だとおじさん中心なんですけど、A 面的な価値観でバーチャルリアリティの未来を考えるというのは危険。で、私がやっているデザインフィクションという研究は、さまざ、あ、まな価値観からあの未来を想像して、まあ、問題提起していく、こんな未来があったらどうですか、例えばマイノリティの視点から未来を考えてみよう、同性愛者の視点から考えてみようとか、目が見えない方の視点からバーチャルリアリティ考えようとか。 でそういう意味で今 MIT でも突般さんからスポンサーいただいて共感の未来っていう授業をあのハーバードの学生と MIT の学生で一緒にやってましてであのバーチャルリアリティってただショッピングしようとか海外に旅行に行こうとかそれだけじゃなくていろんな使い方があるよね例えば学生の1人はあの森林伐採にすごい問題意識を持っててじゃあ,あの自分が 伐採で切られてしまう木の気持ちになれる体験できるバーチャルリアリティとウェアラブルを作ったらその問題意識が変わるのかとかあとはあの例えば女性で嫌な言葉をたくさん投げかけ差別的な言葉を投げかけられるオフィスとかでとかあとは例えばね目が見えないことですごくなんか嫌な言葉を言われるとかそういう体験って誰でもなんかあると思うんですよ。で 話してもなかなか伝わらないって時にバーチャルリアリティでそういう嫌だった思いを体験を共感することで自分たちの問題をこうちゃんと理解してもらうっていうこともできるんじゃないかっていう提案があったりだからすごいいろんな価値観で未来を考えるっていう授業でしかもそれを実際皆さんエンジニアリングスキル MIT 幅があるんで。 ププロトタイプ作って12月に突破さんであのプレゼンテーションするんでちょっとプレッシャーなんですけどここでちょっとあのポジティブポジティブな感じであのやってますはい,いやねあの VR の定義というよりかはもうこのフォーラムのね存在意義、まあ、2020に向かってどういうふうに我々はどういうかあの足取りを取っていくべきかっていうようなところからこの今の VR の考えをね です、聞かせていたスプチンコさんらしいなと思って聞いてましたけどもあ、でも本当にあのそれは本質だと思うんですよね、もう京都に限らず東京もすごいそういう雰囲気が出てたし、そこを打破することで、本当のバーチャルリアリティの未来も考えられるというところは僕もあると思っていますと、はい。ということころで、I have a question for カットカサ s a I think uh, current virtual reality uh, depends on visual sense. Yes, yeah. absolutely. Wh what is uh, virtual reality to you? To me, I would say virtual reality is um, thus far very visual, as I've we've spoken before, but I think there's a great space for lo a lot of potential as well in terms of um, virtual reality being able to interact with our sense of hearing, our sense of touch a sense of smell and and potentially that that um, is an opportunity where um, someone with a visual disability like myself will be able to um, interact with um, culture, interact with um, a different space, different time, different places through through virtual reality. In fact, I was thinking when I was first invited to be on this panel, um, I'm not a technology person. so what is there that I can bring to this session that can be of, of value to everybody? And I, I thought for a long time, I spoke with some friends, and, and I thought to myself, the biggest question is, um, what has technology done for me as a blind person? And I was, I was born a normal, a normal person, so I played with normal toys, like five stones. <laughs> And, but as i was growing up technology was very much a part of all, our, all of our lives it didn't start with virtual reality or augmented reality it started with what i like to call old technology sony walkman <laughs> and, and that um, benefited me as a blind person very much it allowed the cassette tapes at, from that time allowed me to record my classes to, to be a part of, of the real world of reality and with time, that moved on from old technology to to smartphone technologies, with um, the iPhone, with Android phones, that allow a blind person to to interact um, with with modern day life in terms of email, Facebook, and all of that kind of stuff. But there is there is currently still a small gap between um, um, smart technology. And virtual reality, because um, when you think about virtual reality or augmented reality, you think perhaps something like uh, Pokemon go uh, <laughs> but that that is um, I, in fact, before I came, I thought I, i'll try it out i'll download Pokemon Go on my phone, and I realized that all it did for me as a blind person was um, play some music <laughs> and it would have been great if there was a f way my phone could have interacted with me to perhaps using sound um, front, back, left, and right show me or, or talk to me and tell me where the Pokemons are, um, not just visually. So there is potentially um, a lot that virtual reality can can um, can achieve. Um, for example, even three um, D printing with virtual reality. So if if there was a way that um, something a, uh, a situation like um, the example you gave with the Edo temple, if that can be done um, thre uh, through three D printing, it can not only enable um, everybody to to see it visually, but for a blind person like myself to also feel and touch and, and understand what it's like. So this this can be uh, have a lot of uses in the long run, not only um, in terms of culture exchange and understanding, but uh, greatly. もうそう、インターンセンスエデュケーション、リハビリテーションフォーペボウィフェディスビリティーあウトにトッパバンさんの文化財 VR っていうすごいあのどっしりしたものから始まって。でもあの 皆さんの、ね、VR の考え方それぞれの中で僕はすごい今回のセッションにカスタンドラさんが入っていただいたことはすごく意味があると思っていてやっぱりそのとかく今のバーチャルリアリティっていうのは目で見て理解するものがすごく多い中であの目が不自由なカスタンドラさんにとってのバーチャルリアリティっていうことが。 今後の、ね、バーチャルリアリティあを、のー、考える上で非常に大きなヒントがあると思っていてでやっぱり今お話しされていたように見てみかん見るものだけじゃなくていろんなその感覚を駆使して感じるものであるんだろうなというヒントは非常に、あのー、感じたんですけどもあの野村さんね、ねここで野村さんかって感じなんですけど、あのー、本当ですよ3歳、ね、自分は幼稚園から畳の上で転がってたから。<laughs> そうね、幼稚園の時からパソコンをいじってた落じさんに対して、まあ、畳でね、はいあれ、ちなみにパソコンとか使われます今は使います。いえ今はすバーチャルリアリティなんて言葉って知ってました言葉は知ってるし、まあ、例えば映画であるとか、そのテレビとかね、はい、まあ直接その、のじま競技で生きてきた、柔道で生きてきた人間なので、でそのい自分の生きる道の中で、本当に、ね、言われたりそり、そのウォークマンとか、その程度ですよね。うん バーチャルの世界でうんぬんっていうのを考えることはなかったですただ今はスポーツの中で少し、ね、そのスポーツを分かりやすくとかスポーツを魅力的に見せるためにそのバーチャルを使ってっていうのはああ面白いなっていうふうに、まあ、そのぐらいの認識だしですねだ競技の中でもいかに相手と組み合って感覚とかそのフィジカルを使ってのチャレンジだったのでいやそんな野村さんがこのセッションに入っていただいた意味はすごくあると思っているんですよで、はい、そのまあ 専門家もいますよね。vr のね。はい、で、一方その野村さんにとっての vr っていうものはあのそ,その今お話されたぐらいのお伝え、ちょっと失礼ですけど、認識じゃないですか？はいはい、でも、その野村さんはもともとその柔道がね。色々そのまあ、割とその金メダル3つも取ってる。飛んです。ごいじゃないですか。だけど、なんか最初弱かったんですよね。柔道ね。 そうですねまあ家庭環境がありましてまあ実家が同乗してるということで3歳からあの柔道を始めましたただ本当にまあさスタートしたときは柔道だけじゃなくてサッカーもしたし野球もしたし水泳もしたしいろんなスポーツをチャレンジさせてもらいながらまあ自分の判断で柔道を選んだんですねただそれはもう楽しかったから強くなるためっていうよりも楽しい柔道っていうのを選んで,でその後ね年を増すごとにえっとチャンピオンスポーツとして。 えー、厳しい柔道に変化していきましたけど、はいあのーまあ、怪我も、ね、たくさんされながら、まあ、3連覇される中で、あのー、一番野間さんにとっての、まあ、コンディションがいいその勝てるって自信があった時のオリンピックでどんんな大会になるんですか、あのーまあ、1回目の、ね、オリンピックアトランタオリンピックこれはもう大学生だったので若さと勢いでした。 もちろん技術もありましたし体力もありましたけども若さと勢いがあってで2000年のシドニーっていうのは若さと勢いとそして経験すべてが揃ってる心技体って言われる心技術体力すべてが揃ってるのはシドニーオリンピックだったと思いますなんかのあの野間さんとお話伺って,てあて相手と組んだとき、はい、そして試合して勝った瞬間まで記憶がないっていうか,、はい、なんか目で見たものをが、ねはい、残ってない。 っっっっててておっしゃゃるじゃなないいですかそれってどういう現象んよくまあねれあの試合中あのどこを見てるんですかって言われるんですよねその視覚の記憶っていうのはほとんどありませんだから本当にもう相手と向き合うそれで勝てるんですかそうなんです <laughs> あのいやもう本当にパッと見た時にねあの見た時に本当に視覚の中に入ってくるものだからどこどこを注目して見るんじゃなくて本当に視覚に入ってくる全体を 理解すするようなな感じなんですよねであとはその視覚はあくまで補助であとも組んだ柔道の前は引き手と釣り手っていうのがありますんで組んだ時の感覚これが一番ですこれプラスほんのりあの意識してる視覚をプラスさせてもう体で感じる相手がどういうふうにバランスを崩れてるのか今相手がどういう状態になるのかどこが弱いのかもう全てそれは触れることであとは間合い距離感とかほとんど全て感覚です 汗臭い匂いとかも影響するんですかまあね <laughs> あのたまに厳しいのはありますね。<laughs> まあ、嗅覚も使ってってことですね。嗅覚で負けるってことはありませんけど <laughs>、はい、少し嫌なすみませんちょっとこじつけようとしただねやっぱり野村さんとね何度あのお話を伺ってても本当にその先ほどの割とビジュアル先行のね、はい VR っていうこの、あのー、環境がもし今あるとすれば、はい、野間さんって全くそういう視覚に依存しないというか、はい、で特にスポーツなんて視覚が、ね、やっぱり旗から見てるとすごい重要なんじゃないかと思いながらも、はい、そういうまさにぼんやりとした視、ね、覚の,の中で気づいたら勝っちゃってるわけじゃないですか、はい、そうですねけど今回、本当に、ね、あのまあオリンピック日本柔道っていうのは素晴らしい成績を残しましたけども、うんあのね、オリンピックの後にパラリンピックでパラリンピックというのは視覚障害。 だけなんですよねで、まあ、全盲の選手と、まあ、弱視の選手、これはもうねカテゴリーが分けられることなく対戦するんですよ。で柔,道のね、柔,柔道の場合は組手争いからスタートするけどもあのパラリンピックの場合っていうのは、まあ、組手争いっていうのはできないのでもうまさに組んだ状態、組んだ状態からのスタートなんですよ。それでもやっぱパラリンピックの選手たちっていうのは素晴らしい技を持っていてあの今ね、ねオリンピックよりも、まあ、強さで言ったらねなかなか判断できないですけども技 そして投げて勝つっていう部分で言ったらオリンピックよりも面白い柔道が、あのー、展開されましたそれはもう逃げる駆け引きっていうのがあまりないんですよもう常に組み合うから組んでスタート、ね、でオリンピックの場合は、ね、組み手争いからスタートしていいとこ組んで技をかけてリードしたら最後はね、まあ、作戦戦術として逃げるっていうこともあるんですよけどもパラリンピックは常に組んでからのスタートだから最後逃げ切ろうとかっていうこともできないから。 そ,のやっぱそれを見たときにやっぱ柔道っていうのは組んでやる感覚視力よりも組んで組む中での集中力とか感覚とか相手の動きを知るっていうのがいかに大事なのかなって思いましたねなんか人間って元々は20個ぐらいの、ね、感覚を持っているというふうに言われながらもそ,のそれがすごくぐっと絞られて五感あのそれこそシックスセンス。 第6巻なんてもの本当あったのかもしれないけど今もうだんだん現代人が落合さんみたいなねメディアアーティストが活躍されてる時代の中でねうん、うん、その落合さんはもう六感とか持って、第六感あるなとかその20個の感覚を結構駆使してるなってる俺ね超音波と赤外線見える <laughs> <laughs> あの研究者だから <laughs> なんか超音波が聞こえるような気がする <laughs> ある気がするああここだとかあ赤外光ここ通ってる気がああああったったとかいうのはありますけどね 人間の視覚周波数と聴覚周波数を超えてますよ、魔法使いだから現代の魔法使いなんです <laughs> そうだから、やっぱりそういうバーチャルリアリティの専門ああまあバーチャルリアリティに限らずねこういうやっぱメディアの専門バーチャルリアリティやってると俺たちは感覚と物質をどうやったらデータで表現できるのかってことだけを考えてるからそこに関してはかなりシビアで我々は感覚のレンジでここまでしかできないならっていうところをずっと見てるとそれをちょっとずつ超えていくるんですよ。 なんか聞こえる気がする2万5000ヘルツみたいな、うん、あ見える気がする1064ナノメートルみたいなそうするとね、あのー、も,ろものすごく文化系に見える落合さんでも今野村さんの話を聞いてなんかわかるっていうか、うん、めっちゃわかりますめっちゃわかる、ね、めっちゃわかりますねちなみに空手やってたんですよね空手はやってました <laughs> <ー>はいでも空手やってる時の身体性の感覚みたいなものがなんか今やってる時に生きてるとは思います そっか。だからあのー、決してね。その割とビジュアルに非常にその表現をこう。あの委ねるようなあの印象もある中だけど、落合さんも非常にそのいろんな感覚を駆使ねして、うんうんまあ、まあ触覚ですね。触覚があるってことね。はい、見た目で騙されてますから。今そうですね。ありがとうございます。じゃあちょっとあのー、セッションも半ばというところで、もしあの会場から。 ご質問あれば今までの流れの中であのなんかこのパネリストに質問とかちょっと物申したいって方がいればあじゃあ社長あのちょっとどんなことをやられてる方かだけちょっとイントロでお願いしますあありがとうございますえっと宮田と申しますあのアスリートのあのラグビーとかまあいろんなチームのあの体調管理をデジタルでやる会社を経営しております。 あの今野村さんの話とか本当に面白いなと思ってましてあの私リオにも行ってたんですけどあのデジタルでそのアスリート管理とか強くするみたいなのがリオで花開いたとかって言われたんですけどいやほとんどやってたのってもっと原始的なことが多くてボールの軌跡を追ったりとか日々の疲労度を取ったりとかっていうレベルだったんですねで野村さんがさっきおっしゃってたこの空間を捉えるとか視覚に頼らないのを見える デジタルで数値化するみたいな取り組みってもうほとんど今、皆無で東京までの4年間の中でただ、すごくねこういう VR とかも使って広がるなと思いながらまだまだ遠いなって思うんですだからそういうのの数値化ができるのかとかあとはまさにデジタルでこう強くなっちゃう野村さん以上の選手が。 作れちゃうかとかとすごく僕は自分の仕事としても興味があるんですけどもうもう専門家の皆さんの意見を今,、まあ、今後の未来についてだと思うんですけどど,どんなふうに捉えられているのかなとバーチャルノムラが作れるかみたいないや本当それはすごく自分も興味があります <laughs> やっぱりそのテクノロジーとかそのバーチャルの中でそれはいかにスポーツに生きていくのか、まあ、実際戦うのは人間だけどもいかにそこにプラス強くなるためのプラスの要素として働いていくのか。 自分がまあオリンピックは3連覇したけどもなんでここまで強かったのかフィジカルの問題、メンタルの問題やっぱそこがねことやっぱ言葉で説明できないからやっぱその下に伝えていくそしてそのやってる選手もやっぱオリンピックをオリンピックチャレンジする中でいくらメダリストトップの選手でもやっぱオリンピック前に不安になるんですよねで私たち柔道っていうのはやっぱ数値で強さっていうのを数値で表せない例えばね水泳とか陸上であればねあの時間とか あの記録である程度自分のコンディションで分かるけどもやっぱ柔道っていうのは常に相手がいて変化がある中で自分が今どういう状態なのかって数字で見えないから見えない怖さっていうのがあるんですねそういういものがある種、数値で測れたらあ今こういういい状態なんだってっ時間がポイントだと思っていてあの空間方向には人間って結構目で見えるんですよ。うん なんだけど例えば今僕の研究室でやっているプロジェクトだとあのキックボクサーが本当に相手にパンチを与えているのかっていうのをあの高速カメラと高速モーションキャプチャーで測ると肉体の表面を衝撃波が走っていくのが見えるんですよねで。そうなると本当にダメージが与えられたかどうかとかは逆に可視化できるようになるそれを今は感覚と判定に頼っているわけじゃないですかそれはもっとかなりデータ化されていく例えばサッカーの球がなぜ飛んだのかどうかを 見るにはインパクトポイントでどのくらい高速に測れるかがポイントなんですけど、時間方向はここから4年間でまだまだ伸びていくので、多分ありえると思います。なんかできそうな雰囲気がありますね。あのどうですか、スポーツの子さんあの、はい、バーチャルノムラに限らずバーチャルで表現できる世界ってね、どのぐらいまでの可能性があります？はい,はい,はい、いやあの今いろいろか聞いてい聞きながら考えていてやっぱり。 あの技術が上,げれ上がれば上がるほどそういう空間とか動きとかをデータ化して再現するどん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 精密化されてはいくんですけどやっぱり0と1の限界っていうのが絶対認識した方がいいんじゃないかなと思っていてやっぱりそこにある第6感とかに人間には20の感覚あるとかいう話あったんですけど。 どうしてもなんかだろうスピリチュアルな話したくないですけどそこにある意識とか精神性とか例えば最近池の坊のいけばの家元の方が話してうまい池け花をたくさんデータ取って人工知能に学ばして池け花を生けさせたとしてもそこにいけ花の心が入ってない時点で池け花として美しいと言えるのかとかそういう話もすごく面白くて。 ゼロの限界じゃどうやってカバーするかそれはなんかバイオテクノロジー的なあのことなのかもしれないし例えば今カサンドラさん一緒にモド犬と一緒にいてでもちろんデジタルで目を見えるなんか補助をしてもらうこともできるかもしれないけどモド犬のワンちゃんの名前を知らないです何て言うもお名前ですか <laughs> まあそのワンちゃんにしかできないことがあると思うし。 なんかそういうい触れ合いもあると思うし全然デバイスよりずっとずっとずっと,ずっと、うん、そうですよね <laughs> だからなんかデバイスとゼロイチの限界がすごく面白いなと思いますあとその二条城文化イベントをのおととい京都で見たんですけどであの複製された突破、ね、さんが印刷されたその金,金で貼ったもう障子とかあの絵とかが。 もう目ろうそく暗い中でろうそくで灯されて目で見たら感動が全然違うんですよね、その空気、場で,で今までバーチャルリアリティとか iPad とかで何度も何度も見てへえふーんっていやすごいなあだけど二条城見たらすげえなみたいな、ね、10倍、100倍これって本当にゼ,ゼロ一で達成できるのか俺達成できるってそれ思ってるんですよ。 できないと思って像度の問題いい具合のかみなさですね <laughs> なんかねそこに不思議な妖精が入ってくると思うんですそね人間はなんか精神性を錯覚するバーチャルリアリティの中で生きてるんですつまり精神性を錯覚し続けるっていうようなバーチャルリアリティなリアルを生きてるだけで我々は解像度の問題を克服することができるはずです 騙される割合は増えますよね騙されることを自覚してるから我々は意識を錯覚できる動物なんです騙される割合が増えても私は世界はもっともっと複雑じゃないかなと思ってるそさっきの C 面 D 面の世界ってことか、ね。まあ、そう多分デジタルでリアルにそれを再現するための労力とスピードよりも例えば生き物の力なんか 私たちはこのワンちゃんのことを100%解明できてないけど、このワンちゃんが私たちにとってポジティブに動いこう働いてくれるっていうことは分かる、分からないまま触れ合って一緒に生産していくっていうあり方がデジタルでこのワンちゃんを作り出すよりずっとずっと早いし、前に進むスピードが速いって思うのが私の考え方です。なるほど俺は遺伝子が、はい デデジジタタルルなのでこいつもだちょっと会,会場からなんか物申したげにもう,もう一気に手を挙げてよしまさん <laughs> あの <laughs>、えー、アイスタイルの吉松と言います、えー、今の話すごく面白いなと思って僕も二条城行ってたんですねであの、えー、と落合さんの本読んでて「あの実質と物質」でしたっけ、はい、なんかそういうキリあると思うんですけど あの本質的なとこに感動する人っていうのは絶対例えば犬であり二条城なり絶対それは僕は超えられないものかもしれないけども結果的ににそこに反応すするる人ののボリュームの問題かなと思ってるんですよね落合さんで音楽の話があったら落合さんとかどうか忘れたと思うんですけど実際にリアルのピアノを聴いて感動する人っていうのはやっぱり CD にはかなわないと思うんだけども。 でも世の中、iPod の音楽で満足したという人が実は90%出たらそれで世の中は変わり始めるだ何がどっちが要はリアルのものをどれだけバーチャル化していくかという議論をしている限りなんかぎり僕はあんまり本責にならないと思っていてなんかデジタルのものになっていく世界の中でもし人がそれで十分だと思ってしまったら実は劇的に変わる例えば初音ミクのコンサートなんておかしいわけですよね。みんななモニター見ながらペンライト振ってるわけですよ。 ペンライトに感動してくれている人は向こうには人はいないのにでもそこで明らかにマーケットが移り始めるとすごく人の生活って変わるだろうなとなんかそこで出てくる今後起きる10年間15年20年先っていうのは皆さんがどう考えてるのかっていうのはすごく知りたいなと思いますまあ本質はクリエイティビティだであって俺はインターフェースではないと思っていてつまり CD がものすごく発達したらそれは生の演奏と同じクオリティにはなるはずだけど クリエイティビティがそこに生成しうるかということとは別の問題ではいだから解像度の問題で例えばデジタルはだめだって切り捨てることが俺は問題だと思っていますねむしろ解像度だけでそれは話ができる世界解像度で話ができる世界でただ解像度とクリエイティブの問題は別なんですよ <うん S 1> <ま>解像度だけで話でできるって,ってあそうだだから解像度だけでインターフェースの話はできてただその解像度で切り,切り崩したインターフェースの話にクリエイティビティが乗らないかどうかっていうのは別の問題ですよねあ えいいですか、はい、でもその解像度自体もあの例えばワンちゃんを解像度をすごく高い解像度で再現しようとした時にワンちゃんを理解してない限り解像度って上げれないじゃないですか。と思うじゃん <laughs> でもワンちゃんをいやでもね多分スピードと労力例えば私人間そっくりのサイボーグを一生懸命作ってる人を見るとわざわざ 01で人間を作るよりも、なんか人間がいるんだから、そっちでその先を見ればいいのにって思っちゃうまあでも01も ACGT もどっちもデジタルだよ。まあそうですよね。うん、でもまあ、その時間と労力とを考えると、そ,なんでそれは細胞がコンピューターでないっていう発想に基づいてるだけで、うん、本質はどちらもデータだよね。うん、いやでも私は、まあ、それでもできるけど、他にも目を向ける方向があるかなと思う。うんなるほど こんなヒートアップしてるところで、金子さんに申し訳ない、はい。しいすみません。勝手に二人で、いや、違うよ、それは。じゃあのー、すごい、実は、はい、めっちゃ面白いんですけど。金子さんって、あのー、サッカーお好きじゃないですか。あ、これ秘密ですか。大丈夫ですか。某浦和レッツの熱烈なサポーターっていうふうに、ね、伺ってるんですけど。もしですね。サッカーの選手が、もの、同じようなスペックで、バーチャルリアリティで。そう、試合したとするじゃないですか。 それを見て楽しめる感覚を持たれてます。全く感動がないと思います <laughs>。あの、まあ、今のお茶屋さんとスプリックさんの話は非常に面白くて。やっぱり、そもそも、そもそも論で、二人の持ってる、さい、あの、ベースの。多分、認識はちゃ違ってんだろうなと。そこで、こう、お互いに、こう。してるから聞。聞いてる方が非常に面白い。<laughs> で、あの、まあ、それぞれ、皆、あの、ベース違ってていいわけで。 あの全部同じにする必要は全くないと思いますし先ほど野村さんのお話も非常にその感覚で感覚で相手を見て触覚で感じてっていうところがですねまあ我々ついついバーチャルリアリティ技術開発してますけど結局やっぱり視,視覚がなくなったときにどう表現手段として伝えられるかっていう研究も実は今非常に重要だなと。 思ってましてここのところやっぱりトータルで極めた本当のバーチャルリアリティを我々は開発していく非常に方向性がちょっとじらりと見えたという感じがしてます <laughs> あのさっきのちょっと議論に戻りますが、まあ、落合さんが提唱されている、ね、デジタルネイチャーという概念というのはさっきのお話になんですかそのもの物質的に表現されているものと実質的なもの。 あと人と機械っていうものの区別が今後どんどんなくなっていくと思うんですよ。で、そうなったときに、それっていうのはなんか、たぶ計算機による自然なんですよね。我々は新しい自然観を思いっ個手に入れて、それデータであっても物質であっても別にいいじゃん、どっちでもみたいな。そ,それは関係がなくて、それクリエイティビティがデータで表現されてる限り、これがインターフェースが物質的にあるか、実質的にあるか関係なくて。 それが例えばバイオロジカルに表現されてるのかコンピューテーショナルに表現されてるどちらもコンピューテーショナルなんだけどあのシリコン型のコンピューターで表現されてるかタンパク質で表現されてるかは大した違いではないそれはどっちもデータの,あの形としてそれが細胞の形をとっているかあのシリコンの形をとっているかの違いでしかなくてその本質的なデータがどういう形で出てくるかを我々は別にあらゆる選択肢を選ぶようになると思う例えば バーチャルの犬がいてかわいいねって撫でてるか、それをクローンで作った犬がいてかわいいねって撫でてるか、それは別にデータのリプレゼンテーションのデータの存在の仕方の問題であって、それは双方違いはないと僕は思っていて、そういう認識に社会全体が動いていくと僕は思ってます。なぜなら、例えばツイッターでボットが喋ってるか、僕が喋ってるかはほぼ区別がつかない。僕のツイッターのアカウントは半分ボットです。 つまり機械が喋っててそれをみんなありがたがってファボってるんだけど RT してんだけどあれ半分ボットですつまりみんなは区別がつかないですで僕が例えばあ,のあらかじめレコードされた授業をしてるのかあのスカイプで話してるのかも区別はつかないそれあれてあらゆるものが区別がつかなくなってってで区別がつくオーダー生で会って話すオーダーもどんどん下がっていく何かが残るかもしれないがほとんど下がっていく でそういうような世界になってくるともうここの辺で諦めてもいいよねって言う出す人が、まあ、さっき言ってたボリュームの話もそうなんだけどきっと出てきてそれ,なんかあ、まあ、それはデータがあるから、まあ、どっちでもいいんじゃないっていうような世界になるんじゃないかなって僕は思ってますつまり今は無理くり物質で作ろうとか無,し無理くり全部データで作ろうとかそれ過渡期なんでこっち行ったりこっち行ったりするんだけど、まあ、全部違って全部作る程度にインターネット技術が発達してる社会みたいなものがあってそれをデジタルネイチャーって呼んでます 例えばそういういバーチャルのものが、まあまあ、要は落合さん、バーチャルもリアルもなくて、バーチャルものだってリアルってことじゃないですか、端的に言えば。でそうすると、もしバーチャルとかテクノロジーが、もし人間の、まあ、にとって不都合なことを起こしたりとか、例えば、まあ、いわゆる分かりやすく、例えばサイバーテロ的なものだったりとか、その支配される関係、まあ今日のタイトルじゃないですけど、奪うものになるリスクとかっていうのは感じられないです。からね、うん インターネットが人間を自然淘汰しようとしたって、インターネットの寿命って俺10億年ぐらいあると思っていて、たかだか80年の人類をなんか生きてる間に殺すようなことをなんか機械がするとは思えないっていうのが僕の、まあ、テクノロジーに関する見方で、それはだって人生き物は海から出て酸素に適応して地上に出てで、それでやがて俺は真空中に適応していくと思うんだけど、そういうような発展の過程で今、インターネットを発明した段階にあるみたいな状態だと僕は思っていて。 それはなんか別に変化であって別になんか敵ではないみたいななんか,なんかうつうつしてますけど <laughs> なんかすごい面白いなと思って聞いてたのがそのもちろん時代全体は本当に落合さんの,あの言う通りな方向に進んでるなと思うんですよ。なんか本当何が自然で何がまあデジタル人工物なのかってもうまあ,あまり意味をなさなくなって。 るっていうのはすごくあるなと思うんですけどけどってなんかあのどうでしょうなんかあのさっきの精密そのまあバイオもデジタル ATCGDNA で表現できるでデジタルも0と1で表現できるじゃあ例えば落合さんをデジタルで再現できると思いますかできると思いますでもそれって 例えば男性と女性が恋愛してて例えば最近結婚されたじゃないですか奥さんのことを完璧にテクノロジーで理解できると思いっ、うん、てきます、ね、これは面白くて <laughs> 嫁と話してるときにお互いボットを入れてあの怒り始めたら勝手に謝るボットとか入れていると楽しいんですよそのボットで奥さんが本当に機嫌が治るか予測できると思います。 <え>テクノロジーで予測できると思います予測できると思いますかお,お互いでやってみると多分ここに違いがあると思う <laughs> 絶対予測できない奥さんが機嫌直すか <laughs> 多分いや多分密度をどんなに上げても、うん、多分絶対に理解この人は理解できるっていうのは思い込みであることが<あ>多いと思うんですそういうポイントで、はい、あの僕はそこの内,内的処理がどうなったかじゃなくて結果で判断してるんで 結果で,判断ですねつまり彼女がどういう葛藤をしてこの結論にたどり着いたじゃなくて観測できる結論としては彼女の機嫌がやがて直ればいいわけですよ。多分この話し合いで皆さんデジタルとリアルに関するいろんな方の認識のバリエーションがつまりそれはよく我々の研究業界でいう標本化の問題であってデジタルって入れる時にどのサンプルで取るかっていうのがすごい重要で僕はそこを標本化のオーダーをそこに置いてるんですよ。 多分スプツニコさんは標本化の一歩手前の,、はい、あこ,のこういうようなランダムを含んだ動きまで再現できるのかっていう話をしていて最初に僕は言ったんですけどバーチャルリアリティっていうのはどこまでを切り捨ててどこまでを切り捨てないかっていう問題であって、うん、あの切り捨てる標本のオーダーをどっちに置いてるかです多分でもその切り捨ての中にその奥さんが機嫌が治ったか治ってないかの細部が入ってるんじゃないかなっていうのがその限界を認識した方が。 いいんじゃ僕ね結構あのね落合さんの口癖エモいっていうじゃないですあこれちなみにエモーショナルってことですねだ僕結構落合さんってすごくエモーショナル部分に対してのこだわりとか情熱が僕は結構あるように感じません一方ではこんなドライな言葉ですよねエモいっていう言葉もすごいよく言うねだから別に落合さんはドライな世界観を求めてるわけではなくてエモさがね もう解像度像を切り捨てた上にどんだけエモいかってことを追求してるんですよ。とい <laughs> うんうん、ってことなんですね。だから実はあの噛み合ってないようなんだけど噛み合ってたりもするし全く噛み合ってない論点もあるしっていうところがまさにこの,たあのセッションテーマの難しいところなんですよね。<laughs> これすごいい面白のののが、うん、多分公の場でこの噛み合わなさを 一緒に話し合ったこと初めてだと思うから、エモいそうなんだよ。でもそれがすごい興味深いんですよ。だってこんな予定じゃなかったですもんはい、いやでもこれがこれが本質なんだと思うテクノロジーの未来の議論の根本。うん、いやそう思います。そう思います。まあどこまでを信じていてどこまでを信じてないかって問題だと。どこまで切りそう切り捨てられるか切り捨てないか。今あの出ましたエモいまあ持ち屋さんの求めてる、まあ最終的なエモい このデジタルで解析した後に、はい、あるよねって今おっしゃってたその想像しているエモいってどんな世界、うん、エモい世界ですか、うん、僕はいつでもどこでもウォンバットを抱ける世界って表現してるんですけどウォンバットっていうもふもふした生き物がいましてすごいかわいいんですよ、うんうん、でそれをこうなんかね抱っ,抱っこするのが好きなんですけど僕はで <laughs> そういうような世界観なんですけどでもそれには触覚も細かいレンダリングもあらゆるものができないといけないんですけど。うん、そうですねはい、うん なるほどね、そういう <laughs> なんか息子さんとみんなが慣れているような今、目線でしたけども、いや、本当つくづく、この、いや、今日はね、多分キックオフだと思うんです、この本当にテクノロジーと人間がどう付き合っていって、どう未来を作っていくかっていう意味での、の割とね、ソニコさんがおっしゃってる結構 A 面的な話が多いわけですよ、バーチャルリアリティとか。だけど、そこに対して結構、CD 面みたいなものを、 ここでぶち当てて、あの、この、なんか、まあ、どういうふうにね、こう調和していくかみたいな部分を。考える必要がまだまだあるなってことをね、すごく感じたんですけどもね。うん、そう、そうですね、あの、私。こ今,今日、野村さんとカサンドラさんがいらっしゃって、すごい気になるのが。あのね、別に、の、あ、あの。こ、今日、お話したじゃないですか、MIT だと。 落合さんみたいなドライな切り口でテクノロジーを見る方って結構多いんですでそういう人たちが未来をどんどん作っているところもあるんですけどそういう時にもしかするとその未来の方向性に対してちょっとインプットをしたいなとかそれは自分の思ってる方向性と違うなって思う方たちも MIT の外にいるかもしれない。 そういうときにそういう声を今日聞けると <laughs> どうとか,なんか、その方向性について何か,あなんか逆にえ時間がどれモデレーターじゃないですけど <laughs>、すみません。I m, I m and i think other than the considerations of whether uh, uh, a robotic form or uh, machinery will take uh, will have emotions you can feel the warm fuzzies when you hug a warm bag. i think there's also the the element of intuition as well would a robot can a robot be intuitive um, other than artificial intelligence, can a robot like my guide dog know that um, when I say I want to go have coffee, it doesn't mean literally just a cup of coffee, but I need a break, I need to rest, I need to put up my feet, it's been a long day for me. That intuition, that emotions, that human connection is something that between man and man or, or person and person, we, we share that connection. Or, or for me, with my guide dog, that is a um, symbiotic relationship um, mm. that is filled with not only the physical um, or the ones and zeros as you put it but but something much much deeper um, maybe spirituality is the wrong word but i would say it's more the um, the connection the, the intuition um, something much deeper and technology can Bring um, people with a disability my, like myself much, much closer to the rest of the world, not just in virtual reality, but in real reality, closing that gap. But right now, at this stage in time, it is instead of bringing us closer, making it more inclusive, it is actually making it much wider because there is no, no technology at this current stage in time that can actually bring us um, to share that same reality as everyone else. なんか僕やっぱりそのさっきの質問もそうなんですけどなんかカッサンドラさんだからあの見えている世界も逆にあるしそのバーチャルリアリティとかテクノロジーに対するあの考え方もポジティブじゃないですかだから、非常にこう調和をどう取っていくかってことはすごく難しいんですけどもただ、そこにやっぱり可能性がすごくあるしなんかその奪うものではなくてもたらすものでテクノロジーがそういうものだっていうふうには なんかあのカッサンドラさんの、ね、考え方はもう伺えると思いつつ時間がもうあと3分しかないみたいな,これなんか番外編やりたいですよね、このメンバーでもう1回全然足りないんですよね、そんな複雑な議論をです、ねね、でも僕、金子社長に1個聞いてみたいことがあ,、はい、あの俺印刷っていうのは何を切り捨てるかっていう業界だと思うんですよ。な、うん、なぜなら例えば文字を活版ににすることによっててデータ化して るるところかから始まってるわけじゃないですかそれはバーチャルリアリティにそれを継続されていてなんかそれをなぜあの1997年からやり始めたのかっていうことにめちゃくちゃ興味がありましたけどねカズさんそれおそらくクロージングコメントになると思いますんでその辺を意識していただけるとモデレーター的にありがたいんですけど、はい、あの我々、まあ、116年印刷に携わってきましたけども まあ考えてみれば人間の歴史から見れば百十年たったの116年かで今バーチャルリアリティ今我々も開発してきましたけどたった20年ですそういう意味でね時間軸としては非常に短いだけどその間におけるそのベースになるテクノロジーの発達は多分こういう発からこうなってるでこの先どこまで行くか分からないっていう世界がもう来てるわけですからで我々としては印刷表現っていう中でどれだけのテクノロジーを使ってですね まさにその人に対してまあ感動を与えられるような表現ができるかということを追記していきたいと思いますし今日の議論の中で非常に未来に対するその技術の発達とそれに対する関わる人間まあ感性という言い方をしていいのかとか,かりませけが人間の感性がどう調和していきながらですねまあ人間の本当に幸せの世界を築いていけるのかなというのが非常に我々としてはテーマとしてえいただいたような気がいたしますま。そういうい意味で あの突破印刷としてもですね。まあテクノロジーももちろん研究開発しながらそのおスプーティンリコさんがおっしゃってたような部分もですね、我々としてはぜひちょっとどあのオチさんはもうその先行ってるのかもしれませんけど、<laughs> まあその辺の兼ね合いをね、我々としては解説してはあのまあ開発しながらでこれはやっぱりそのビジネスとしてね、えー、取り上げていきたいなと思ってますので、まあ、本当にありがとうございました。ありがとうございます。もう時間ピッチリでございます。はい。 あのー、今日は、ね、先ほどお話しした通りあり結論出ないです出てこのテーマではただ、何か未来につながるヒントは、ね、たくさん得られたんじゃないかなと思ってますしそれをこの会場の皆さんとシェアできたことは非常にその嬉しいなと思ってますしぜひ、ね、このメンバーで懲りずに議論を続けていければと思いますんであので会場の皆様も含めましてあのお時間ともにいただきありがとうございました。これでセッションを終わらせていただきます